そんなことない。私がちょっと真面目な面が出ちゃったんだと思う。やめて。真面目に良さを伝えたいみたいな、そういう。そうやろうね。いや、もちろんそれもあるし、そうやって浅野が言葉を選びる中で、うん、浅野の喋り出しと私の喋り始めがほぼ同時やったりして、うんうん、それに気づかず私が喋り始めると、うん、浅野が喋ろうと思ったことが、うん、うやむやになって終わっちゃう感じがあって、でもそういうもんじゃない会話って。いやいや、大人。浜口ひろこの終わらないラジオ。大人の大人の反省会から始まりました。浜口ひろこの終わらないラジオです。この反省会は確かアイドルの会の反省会ですね。2月皆さんいかがお過ごしですか。今回は、訳あって後半までこのラジオを聞いていただけたら分かっていただけると思うのですが、どうしても2月のうちに上げておきたくて、ギリギリ2月にアップします。皆さんいかがお過ごしですか。今年のそうですね、2月14日、バレンタインデーはそうですね、例年になく今までになくこうすごい縁のない日だなと、1月からいろいろと思ってたんですけれども、ところがですね、2月の14日に、なんと東京から3組もの知人友人たちが2月14日になぜかピンポイントで、その日に、高知の方に来てくれて、私は嬉しかった。それで皆さんに刺激をもらって、またラジオを作っています。久しぶりのラジオといったらこの人、友人の浅野千鶴さんをお迎えしてお送りします。浅野は俳優でもあります。このラジオのための音源を、まあ、私いくつか撮っているんですけど、これは確か去年の秋のことでしたかね。その浅野とのとある日の一つの電話を、編集して3本立てにしました。まずは音楽をどうやって聴いているかの話です。私が使っていたCD デッキと呼んでいいのかな、ちょっとこういうのの名称よくわかんないですけど、CD だけが聴ける、あと防水機能もついて、本当にもう他のカセットとか MD とか他のものは一切入らない CD だけ聞いて、こうサイドにスピーカー、ちっちゃいスピーカーがもう全部一緒になってるみたいな感じのものを当時働いていた会社の先輩からいただいて、それをずっと愛用してたんですけど、それがついに壊れてしまいまして、でいよいよその次何で音楽を聴こうかなと思って、なんか意外にその自分のその音響機器っていうか音楽 CD 聴く機会がなくなることってそういえばなかったなと思って、で初めていろんな人にどうやって音楽聴いてるのかを聞いてみていて、まあ昔のコンポをそのまま使っているという人もいれば、まあ Bluetooth オーディオを使ってるという人とか、まあいろいろいて、まあ浅野にも聞いてみました。まずは浅野が音楽をどうやって聴いているか、どうぞ。あ、これジャブなんで、もしね、ちょっともう先が気になって仕方がないという方いらっしゃいましたら、今回初めて概要欄にタイムスタンプっていうんですか、なんていうか、その今回3本立てそれぞれの頭の分数をつけてます。そこを押してもらったら多分そこに飛べるんですけど、まあ、ぜひ全編聞いていただけたら嬉しいです。あら、チャイムの音が聞こえてきましたよ。それでは音楽何で聞いてるの？昼夜逆転先輩、頻度の話、3本続けてどうぞ。教えて、はい、教えて浅野さん。ところで、なんだっけ？今日はちょっと一つ聞きたくて、はい、
あの CD デッキなんです、うん、今いっぱいあるやん CD から Bluetooth から、うんうん、みんなどうしようかなって思って、あ音楽をどうやって聴いてるか、そうそうなのそうなの、家で聴くとき特に、うん、やっぱ私 CD 聴けないと今結構なんか困るなって思ってて、やっぱ CD は聴きたいんだけど、うん、みんな何をどう使ってるのかなと思いまして、それをちょっと、なるほど、はい、お願いします。私はもう答えから言っちゃうと Apple Music、 Apple Music をどうやって聞いてんの？これ何、あのなんかその前までは全く聞かなかったの、うん、音楽 YouTube でしか聞かなかったんだけど、うんうん、あんま聞く習慣がなくて、へえ、うん、生まれてこの方ね、はいはいはい、K-POP にハマってからこのなっていうの Apple iTunes Music っていうの、これに月額で980円とか払うと、はいはい、何でもなんか落とせて何でも聞けるの大体。あそうなのや、うん、落とせるんだ、しかもそれなんかシャッフルで聞くとかじゃなくて落としちゃうんだ。あ落として自分でなんかこう K-POP っていうなんかこのファイル作って、うんうん、それをシャッフルファイルが K-POP なんだね力、うん、したりはするけど。でそれをどうやって聞いてるんだっけ、聞いたっけ私それ。あ聞いてない、それは携帯に落とせるの、 iPad にも落とせるし、うんうんうん、で、で携帯で移動中に聞け、あ聞いた。じゃああのレイの3点セットでお買いになられた Bluetooth イヤホン、はい、そうです。あじゃあさ家の中では聞かないの音楽、家の中で聞きたいなって時は iPad 開いて iPad で流す、その同じ、はい、アプリなので、その なるほど、 iPad で聞いてるのか、じゃあってことだね、朝の音楽を家では、そういうことになります。はあ面白い、みんな違うんだねきっと。じゃあ今時、うん、でも CD しかないやつはさどうしてんの？なんかこのテレビのさ DVD 入れるところに CD も入れられない。へえ、うんうん、そう、それでテレビつけて DVD のとこに CD 入れるとその、うん、テレビから音楽流れる CD の。不思議。えその間さテレビの画面何が映っちゅうが、黒トラックバックっていうの、その何ていう曲、なんかそれが出る。あなんかプレステに入れれた時思い出すわ、そんな感じだからねきっと。多分そうそう、プレステ知らないけどそんな感じだと思う。なんかね音符と01みたいな感じだろ。あそう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 、まさにそう。あなんか嬉しい、はい、そうですそうです、なるほどね、うん、ありがとう。ちょっと CD デッキ買いなよでもなんでそんな明るく進めれるのこのCD で、はい、iPad で聞いてる朝のテレビ、何やったらテレビ。CD で聞いてたってことはさ、うん、CD がいっぱいあるってことでしょ。いやいやそんなにないよ。いやいやでもあるよきっと。いやそんな、CD をそんなないよ。あるよ。いやいやないよ。さだってデータにするのめんどくさいしさ。ないよ。あるよ絶対。100枚ぐらいはあるよ。やめないよ、数えたことない。あるよ絶対。あるよ。じゃあるよ。あるんだよ。だから。ゆうや逆転先輩、ゆうや逆転先輩。私なんか今日1時間しかさ謎に寝てないきさ、なんか本当に不思議な、眠くないの？えきさ、私なんか昼夜逆転してるしちゃって、ついに多分。あら私もそうよ、前ちょっと前から。いやだから私それをもう昨日で感じたから、あ、うん、ついに来たと思って、これ昼夜逆転してるわと思って直すために寝てないの？そうだよ、今日の私の1日1分ツイート見てない？見てなかった。全然いいんだ、ちょっと見てみる。いいよいいよ、わざわざ見なくていいんだけど、今日は何かっていうと、うん、あの昼夜逆転を直すためにモーニングに来ましたっていうような内容なわけ。あーでもね、私ちょっと昼夜逆転先輩から一言言ってもいい？お願い。意味ない結構大きい一言だった、うん、だって
私もやったことあるもん、その寝ないでやってみる。え、ちょっと待ってよ、今日初めて寝ないでやってみてるのに。先輩、多分意味ないよ。なんで、え、また寝ないで私朝まで行っちゃうっていうのを予言してるってこと、それは。いやいや、どうせまた昼夜逆転に戻る。あ、今日は眠れてもってこと。そうそうそう。先輩言わせてもらっていい。はいはい。え、それ先輩試された時、うん、多分寝すぎたんじゃないですか、はい、次の日。否定できない。かわいい先輩。確かに寝すぎた。ただただただ人間の先輩。先輩も人間。いや、ここが私重要なんじゃないかなとは思ってます。なるほどね。ここで私明日11時まで寝ちゃったら、もちろんそれは、うん、多分先輩のおっしゃる通りになる気はしてて、うん、なるほどね。そう、ここが結構なんか勝負な気は。なるほどね。あの後輩の私は今、朝、まあ、とにかく眠れなくて、うん、でも私朝のみたいにさ、夜を有意義に過ごせてないのよ。その開き直れてないわけ。まあなるほどね。寝ようとしてるんだよね。わかる？それも分かってくださるんですか？わかる。私も基本だってさすがにもう2時過ぎたら寝ようとしちゃうんだけど寝れないもん。あ、じゃあ瞳閉じてる？うん、瞳は閉じてない。なんかあの動画、一応ベッドに移動するっていう自分の。なんか動物園みたいやね。なんかそういう生態のなんかみたいなね。うん、朝のは2時を過ぎるとベッドに移動しますみたいなことやろ。そうだね。うん、撮りたいわ。ベッドに移動して歯も磨いていつでも寝れるって状態にして、うん、でも眠くないから結局携帯で YouTube 見たりしちゃって、まあ、だから寝れないんだろうね。いや、すごいわかる。同じようなことしてる。だから開き直れないでしょ。その眠れないから、じゃあもう作業しちゃおにはならないんだよね。わかる。そうでしょ。なんかしたところでいいものができそうな気も、なんか、うん、確率的にそんな高くないような気もしたりさ。でも私がじゃあ一つアドバイスしていい？はい、お願いします。このままその本当の本気で昼夜逆転を直したいと思うなら、はい、朝になんか用事入れない限りずるずる昼夜逆転は続く。うん、何も言えない。びっくりする。何も言えない。本当だね。私結局用事がないからずるずるこのままやっちゃってるんだよね。その用事とかバイトとかが朝とかだったら、うん、寝ると戻るはずなんだけど、やっぱ用事ないと自分に甘いから寝ちゃうし、昼過ぎまで、うん、それで結局治らない。同感しかない。うん、まあ、やきでも、まあ、私は明日が、まあ、さっきの話勝負だとは思ってるから、ちょっと燃えるゴミの日なんだよ明日。なるほど、朝出すっていうことね。そうで、いつも私燃えるゴミの日に限って寝すぎちゃって出せないっていうことをよくやってるから、うん、もう、うん、もういつも以上に負荷をかけて、今日、うん、拾ってきた銀杏を剥いてゴミ袋に入れるってことをしてる。うん、あら、絶対捨てたいね、臭いから。そうなの、そうなの、そうなの。絶対捨てなきゃね、この先何日か臭いままだから。そう、剥く作業も結構な、まあ結構なことだったけど、ストイックだ ね、 そんなに自分に負荷をかけたんだ。ちょっとね、先輩に認められた一心で。偉いね。でも明日しかないけどね、それはね。なるほどね。うん、でもおっしゃる通りだとは思う。そうなんだよね、朝なんだよね。朝に、でも朝しかゴミ出せないっていうのもいいじゃん。治るチャンスではあるじゃん。もうそれチャンスずっと逃してきてるからね。でもそのゴミが溜まってたらもう起きるっけないから。起きないからね。結構ね。
そっか。でも本当に、でも本当に先輩の、あの言う通りだとは思います。そうね、うん、まあそうなのに用事がないとね、結局ずるずる続いちゃうから気をつけて、ここが踏ん張り時。ありがとうございます。私本当に初めてです、あの昼夜逆転したのって。え、人生で多分ないんじゃないかな。え、そんな人いるんだ、すごい。頻度。今日は本当にヤキ頑張って寝なきゃと思ってて。そうだね、もう寝てもいいんじゃない。寝てないんだもん、だってもう10時だよ。3時から1時間だけ寝たんだよね今日。駅寝ずにモーニング行って、うんうん、でそのままなんか、でもこの1日大変だったでしょ。先輩もやったことあるでしょ。あれは私はねもう無理だった。この1日がなんて不毛なんだって思いました。思うし、私の場合は浜口さんみたいにストイックじゃないから、結局夕方ぐらいに 2,3 時間かーって寝てそしたらもう寝れないみたいな。やっぱり先輩は人間。なんでこんな夕方まで頑張ったのに私もう10時じゃんみたいな。辛かったろ、その時の目覚め。辛かった。辛かったけどすごい気持ちよかった。あーすっきりみたいな。眠かったから。本能はしっかりあるね。そう、眠かったからさ。まあ今日は何にせよお風呂入って早く寝れるといいね。ありがとう。お風呂もちょっともういいかなとも思う、うん、なんかちょっとシャートだけでいいかな。まあでもお風呂入ったらこうぐっすり寝れるから、それでパッて朝目覚めた方がいいんじゃない。かっこいい。そうだね、そうかもね。うん、入ることにしちゃおうかな。お風呂も大事だと思う。私なんて言ったって夜お風呂入んないんだもん。え、そうなの。そうだから夜型に拍車がかかってんのかもね。でもさ、お風呂入ってさ余計目覚めたりせん、大丈夫。あ、そういうことあるの。うん、人によるがないかなって私思い始めて。そうなんだ。じゃあいいのかな。いいんじゃない。え、で朝入りってこと。そうそう、うんうん、毎回朝。なんかそういう人もかっこいいよね。でもなんかそのあんまり寝つきが悪いみたいな話をすると、うん、夜にお風呂入ってた方がぐっすり寝れるよみたいなことみんな言うよ、うん、まあその女性誌とかではそう書かれちゃうけどね。うん、温度とかにもよるし。何せ私湯船に入んないからさ。なんかいいね、別の惑星から来た人みたい。でハマーは普通の人はさ、だって毎回に湯船溜めて毎日それで入るの。いや普通の人知らないよ。ハマーはじゃあどうなの。絶対溜めて入る。毎日。うん、すげえ。すげえや。どこのチンピラ。すげえわ。俺風呂なんて入ったことねえわ。入らねえわ。毎日入るわよ。だからやっぱそうだ、お風呂に浸かる生活な。いやでもいいと思う。なんか前その中高時代の同級生の子のなんか東京の家に泊まらせてもらった時に、なんかその子もなんかね、また私となんかちょっとだけ種類の違う女の子で、なんか仕事帰りにゴルフ打ちっぱなしとか、なんかテニスとか、なんかそういうアフターファイブ充実させることのできる女の子やって。すごい、かっこいい。かっこいいやろ。うん。なんか、婦人感のある女の子やったわけ。うんうん。なんか家柄も良かったし、そもそもの。うん、うん。なんかそれをなんか、うそやろ、これ何みたいな。え、ゴルフバッグみたいな。あ、ゴルフじゃなかったかな。テニスかな。まあ、とにかくなんかようわからん道具持って夜に現れるとかさ。うんうん、なんかもうこの子は、駅さ男女入り乱れてのさ、うん、その水着着たりするような旅行とかもしようような子。パーティーピーポーだね。私の中ではね、なんかもっとパーティー、うん、あ、うん、で私の中ではそう。そうだよね。
そう。でもその子もその夜とか飲んで帰ってきたら、うん、そうじゃなくても結構もうすぐに着替えて布団にパタンって、うん、布団にパタンって寝て、うん、アクティブな感じで寝て、うん、で朝ボーって起きてそのままシャワーを浴びる姿が、うん、なんかトレンディーっていうかなんていうかかっこいいと思って、あ、いやこれはこれで一つのスタイルやなって。その子はかっこいいけどさ、朝のもそれ長やって思って今聞きよった。いやその子のかっこよさじゃないわ、じゃあ朝のは一緒じゃん。全然だってめんどくさいだけだもん。そんなその子もそうだよ理由言っちゃったら、うん、絶対そうでしょ。そうかな、うん、で朝その仕事だったから、その子は朝だからその起きるためとかもあったんじゃない。ああなるほどね、うん、でなんか髪とか整えていくみたいな。でも私外に出る用事なかったらお風呂入んない、シャワーすら。あ、分かる分かる。でもここもしラジオにするならカットしといてあげなきゃって今思いながら聞いてる。そう、え、いいの？全然だってみんなそうでしょ。外に出なかったらお風呂入らないって言ってる。うん、そう、はい、私入ってるもん。なんか悪いけど、なんか悪いねって思いながら言ってるけど私入っちゃってるわ。そう、ほんと外に出る用事ないのに、うん、お風呂入るの？だって毎日用事はないけど分かんない、あ違う、分かんないから入るんじゃなくて、なんか気持ち悪いくない？いや1日ぐらいだったら本当に余裕で気持ち悪くない。あ、じゃあなんか汗の質が違うのかもね。いや汗は夏場はよくかいた汗は夏場はよくかいた朝の3月4月がさ、そのなんかコロナで全然家出ない日々だったじゃん。うん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 、私ほんと3日ぐらい入んなかったよ。だからえ3日、私3月4月なんて暑くもなかったからさ。3月4月が怒ってるよ今なんかじゃあこれからの季節もっと伸ばせるやん。そうなのよ。でもそうね、3日目にさすがにああちょっとお風呂入りたいってなるからシャワー入ってた。それで K-POP 踊ってんの？まあそういうことになるよね。あんなに笑いながらお風呂3日入らずに笑いながら K-POP を踊ってる。あの動画私ラジオ作る前はすごい自分を奮い立たせるために見てるから、いまだに景気づけで。いい笑顔だったでしょ。いや、いい、もう何回見てもいい笑顔なんだよね、うん、なんで笑ってるんだろうって思う時もあるけどなんでこのタイミングでなんでこんなね満面の笑みしてるんだって思う時もあるけど楽しいからよ。楽しいのよね。いや、いいよ。うん、そっか、お風呂、いや気持ち悪くて。そっか、みんな一日でやっぱりそうなんだね。でも髪はね、うん、もうそんなに毎日洗わないよ。え？お風呂に入ってるのに？そう、濡らすだけってこと？濡らしもしないってこと？濡らしもしない。なんかベトベトしない。だってお風呂入ったら誰が言ってんのそれ誰が息飲んだの今私が言うのも本当に。なんで息飲んだの本当に、なんで息飲んだの。いや、お風呂まで入ったら、私ごめんなさいね、入ってないのに言わせてもらうけど、私入ったらやっぱ洗うよでも絶対なんか聞く耳持てない聞く耳を持てないや今なんか私お風呂に入るのが本当にめんどくさいだけで、入ったらやっぱ髪は洗うよ。だってベトベトしない。何の言い分があって今喋ってんの何を今何の言い分なのそれ。何の言い分、どうやって戦ったらいいの私今いいじゃん、私にだって言う権利はあるでしょいやもちろんある、いつだってあるよ言う権利は、いつだって誰だってあるんだけど、なんだろう。
もちろん私だって髪やベトベトするよ、お風呂入んなかったらね。してるよね。なんかまあ3日入ってないんだからさ、全体的にね。そうなの。それ入ってないから当たり前なので、もし入ったら洗うよ。当たり前なのであって。でもママは洗わない時もあるって言ったから。お風呂に入って入ってだよ、うん。でも濡らさないんだよ。いやだって濡らさないけど、湯船に浸かるんだったら頭皮から汗ポカポカ出るじゃん。そしたらベラベラしない？ポカポカ。ベラベラ。ベラベラじゃない、ベタベタしない。しない？しないよ。しないの。すごい、じゃあ汗がサラサラなんじゃん。サラサラじゃないから毎日お風呂入ってんじゃん。もうダメだよ。理解しきない。お風呂入ってるのに頭洗わないなんて変なの。ありがとうございました。3月が来る前にと思いアップしました。浜口ひろこでした。今からお風呂に入ってきます。ではまた次回。次回は浅野はスタバの S サイズが飲めないをお送りしたいと思います。お楽しみに。それでは最後におまけとして今回のラジオを整頓して今回はお開きにしたいと思います。浜口ひろこでした。 Nice to meet you。せーの、せーとん。私なんで笑われてるの今。私なんで私が今笑われてるの。だってせっかくお風呂入ってんの。ダメだこれ。頭洗わないなんてもったいないよ。今私1時間しか寝てない頭でなんか何のズレが原因でこうなっちゃってるのかも全然わかんないんだもん。確かに1時間しか寝てないでこんな話されたら頭がこんがらがっちゃうよね。なんか 夢で解決できるかな。なんか持ち越しだわ。確かにこれは申し訳なかった。私がそっちが1時間しか寝てないっていう事実をちょっと今失念していた。なんでなんだろう。じゃあ明日起きてさすっきりした頭でもう一回私が言ってたこと考えてみて。予想していい？一応今、明日その朝の言ってたこと明日の朝起きるじゃん。朝のは何を言ってたんだろうと思うと思うよ。え、起きてもわかんない。今の予想ね、あくまでちょっと今の予想なんだけど。そういうことかにはこっから行くっていうイメージはちょっとつけづらいな。あ、そう。だって3日入られない方ですよね、お風呂に。まあそれだって毎回3日じゃないよ。その3月4月に3日入らないこともありましたっていうこと。あ、はいはい、踏まえております。毎回3日起きじゃないけど、はい、2日の時もある。入ってそう、2日入んなくて入ってとか、そういう。そうですよね。私だってそんな毎日3日起きなんて生活はしてませんよ。急に何かを整え始めた。今までそんな素振りもなかった。急に何を守りに何を守ろうとし始めたのかも分かんない。だって急に3日入らない方ですよねっていう。あ、ごめんごめんごめん、言葉が悪かったわ。そうだね、3月4月そうだね、結構でかかったもんね。でかいし、なんか強い字で書いちゃってたね。そうなの。そういうことも起こる方ですよね、3月4月はね。そういうこともあったし、これから涼しいね、寒い季節になるから、またそうなる可能性もあるって話をしてる。そうですよね。でその場合はフルで洗っていない、その場合はよ、そういうことがあった時はフルで洗っていないんですよね。フルで洗っていないって何？怒ってる？顔も洗ってないかって話。頭と体の話かな。まあ、きっと顔を洗うんじゃないかな。歯ブラシもするだろうし。歯ブラシがする。ボディー&ヘア。ボディー&ヘアはだってお風呂入んないんだから洗わないよね。私何か今教わってる風になってる。
だよね。で私はあの毎日お風呂には入る、うん、だよね。あまあでもやっぱそうか、今整頓しようと思ってもそこまでしか分かんないや。でも湯船にお風呂には入るでしょ、はい、湯船にも入るでしょ。入る。なのに頭洗わない時もあるでしょ。マジ笑ってんだよ。ちょっと私理解できないの、せっかくお風呂入ったのにって思っちゃう。全然違くない、髪洗うと洗わないの所要時間は。洗っちゃうと、うん、結構時間取るよ。そんな乾かしたり、乾かす時間ができる。あ乾かす時間は本当にめんどくさい。 それが嫌で入らないと言っても過言ではない。じゃあ髪洗わなきゃいいんじゃない？え、だって髪洗いたいじゃん、せっかく入ったら。埋まらないね。埋まらない。埋まらない。うん、埋まらない。全然埋まらないって思った。うん、同じ議題について話してるようで話してないのかもしれない。怖いよ。そこまで深かったら、なんか幼少期とかまで行っちゃうのかな、なんかそのうち。そういえば子供の時はこういうことがあったんだったみたいなことになっていくのかな。ああ恐ろしいね。うん、ちょっとでも数日経ってからまたもしね、私が 寝たりちゃんとね、うん、睡眠をとってる時だったらもしかしたら埋められるのかもね。逆に私が明日起きてみて昨日の私は間違ってたなって思うかもしれないしね。ああそれ楽しみ、うん、本当にもしそうだったら本当に一報ちょうだいね。あの分かった。あのいや本当に一言でいいから、あの見えましたとか なんか一言でいいから、うん、そしたらあの連絡いい時あの入れるんで。分かった。じゃあもしなんか私の意見がちょっとおかしかったなって思ったのであれば、うん、反省という一文字を。よくわからない理論で戸惑わせてしまったなっていう。いやいやもうやっぱいや結構なズレってか何だろうね、 2,3 センチの話じゃないから多分。う、うん、1メーターぐらい違うから。あららら結構遠いね。そうなんだよ。なるほどね。だって私デッキの話だったんだもん。本当だ。 CD デッキどうすんのよ。そして現在。でもだいぶやっぱ会話を聞いてて、うん、あまだまだ私なんてアマちゃんだって。どうしたの？いやあの時はさ、うん、なんか3日に1回入る、うん、入る日もあるしみたいな、ちょっと強がってたけど、うんうん、あれ強がってたの？私は全然あの分かんないから。その当時は実際入る3日に1回がその普通じゃなかったんだけど、いつもそうってわけじゃなかったんだけど、うん、そうだねそうだね、そう言ってたもんね、うん、もう今となっちゃもうスタンダードになったもん。だからそこがアマちゃんだと思ったわけ。うん、なんかまだ2日に1回入る時もあるし、日によっては毎日入るみたいなこと言ってて、うん、うん、事実でしょ、強がったわけじゃなくてね。その時は事実だったんだけど、なんか会話の中でもこれから冬が来るからもうちょっと入らなくなるって言ってたじゃん。予告、うん、予告してたね。その通りになったと思って。言霊だね。うん、言霊ってあるんだね。私さっきあそのぐらいだからアマちゃんだって言った時にトークのことかと思ったら頻度のことだったんだね、お風呂の。そうそうそう。